豊川海軍工廠、豊川海軍工廠とは、愛知県豊川市にあった、日本の海軍工廠、機銃、弾丸の製造を行った。東海地区ではもちろん、当時は、東洋随一の規模とされた。跡地のうち、戦後に名古屋大学の研究施設として使われていた一角を、豊川市が整備し、2018年6月9日に、豊川海軍交渉平和公園を開園した。 1937年、昭和12年3月頃に航空機用基準の生産のため計画され、過少2栄章として、三重県鈴鹿と愛知県豊川が候補に上がった。鈴鹿は第二本帝国海軍航空隊、鈴鹿航空隊が近くにあり、立地条件は良かったが土地に多少起伏があり、その点が嫌われて、第二候補地の豊川に決定した。1938年、 昭和13年7月頃から土地の買収が始まり、翌1939年、昭和14年3月から造成が始まった。1939年、昭和14年12月15日に、当時の本郡と横川町、牛久保町、八幡田村の2条1村にまたがる59万4400坪、約200ヘクタールの地に5番目の海軍交渉として、平化粧する。 解消当初は、機銃部、加工部と総務部、会計部からなり、従業員、約1500名であった。1940年、昭和15年から、南東側の土地を買収、敷地を、さらに拡張した。太平洋戦争では、航空機が戦闘の主役の一つとなり、航空機用機銃と、対空機銃の需要が、高まり交渉は、急速に発展した。 1945年、昭和20年2月時点での従業員は、職員400名、公員1万名、徴用公員4万名、動員額と6000名、計5万6400名となり、東洋一の規模となった。また、交渉周辺には、電気、ガスの供給設備、男女公員寄宿舎を、それぞれ10カ所以上設置するなど、それらを含めると、 広さは330ヘクタールにも及んだ。交渉では主に機銃と弾丸、新艦の製造を行い、交渉の南部に5は機械工場が建てられ、北部35は火薬類の扱いや加工作業場とされた。1944年、昭和19年度の生産実績は、機銃が 25mm17,602、13mm1000? 航空機用 30mm510、20mm8500、13mm8250 丁などとなっている。また、機銃弾薬の生産量は1945年、昭和20年4月頃で、月産薬450万発となっていた。道路については、愛知県道5号、姫海道が拡張され、豊橋市に抜ける愛知県道400号が築造された。 また鉄道は交渉への専用引き込み線、豊川鉄道西豊川支線、後に国鉄に買収が1942年、昭和17年5月12日に開業、10月1日、推定より、公輪輸送列車の運転を開始した。また交渉への通勤のために、名古屋鉄道が1945年、昭和20年1月27日、 鉄道欄によると2月18日に、国府、市役所、原子和町間の鉄道を開通させた。正門前には自転車置き場も用意されていた。この交渉の発展により1943年、昭和18年6月1日に、国府町も含めた三町村が合併して、豊川市政が施行される契機となった。交渉への空襲は1944年。 昭和19年11月1日の偵察に始まり、1945年、昭和20年に入り、小規模なものがたびたびあったが、大規模空襲はなかった。しかし1945年、昭和20年8月7日10時30分、サイパン、テニアン、グアムから飛来した B-29 爆撃機124機の爆撃を受け、 30分間に500ポンド爆弾3256発、約800トンが投下され交渉は壊滅した。この空襲により、およそ2500名が犠牲となった。詳細な犠牲者数は文献により相違があり、被爆40周年アートヨカワ海軍交渉によると2544名、トヨカワ海軍交渉の記録によると一般人141名犠牲となり、 合計2670名、大島信夫の調査によると2818名という。豊川市市編算室の調べによると、上記人数には8月7日以外の犠牲者も含まれており、再度集計し直した結果、合計2667名となっている。勤労動員されていた中学生、女学生、高等科生徒からも多数の犠牲者が出、 男193名、女259名、計452名に上った。この空襲の際に空襲警報、総員退避の命令が出たかどうかが現在でも議論となっている。交渉は再建されることなくそのまま終戦を迎え、1945年、昭和20年10月5日に廃止された。戦後の跡地は、警察予備隊と川浜駐屯地。 現陸上自衛隊豊川駐屯地、国鉄分工場、現日本車両製造豊川製作所、千代田工学、玄子に上乗れた水穂サイト、豊川市役所、名古屋大学空電研究所、現名古屋大学太陽地球環境研究所、熊谷組、豊川工場などになった。豊川稲荷公園内には空襲の犠牲者に対する供養塔があり、その他市内外の各地に、 数十の慰霊碑が建てられた。毎年8月7日には慰霊祭が行われている。毎年夏には桜ヶ丘ミュージアムで豊川海軍交渉展が開催される。その他交渉外施設として豊川海軍共済病院、寄宿舎、海軍集会所などがあった。他、 年に2回見学会が行われており、豊川空襲があった8月7日の夏の部と、より奥まで見ることができる冬の部である、大抵2月の終わり頃の日曜日に行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。